こんにちは、関山です。今日のテーマは新型コロナ東京都の協力金美容師さんもらえるっていうテーマでお話したいと思います。で、東京都から出ている感染拡大防止協力金ですね。で、休業している店舗に向けて、4月の16から、5月の6日までですかね、そこの間まで、休業している店舗に対して協力金が、東京都から支払われるというやつなんですけど、こちらに関して、お話したいと思います。で、1店舗50万円で複数店舗ある場合は100万円ということなんですけど、まず結論から、申し上げると、美容室においてはこれ対象外です。で、初め対象になるのかなって思ってたんですけど、実際その東京都の方とかに、ちょっと税理士さんとかに確認していただいたんですけど、そしたら初め対象になるっていうような話があったりとかしたんですけど、また再び確認したら対象外ですとかが出てきて、ちょっと情報は錯綜してるんですけど、一応今のところ対象外とのことです。やはり休業要請に入ってないので、そこの業態ではないっていうところで対象外になるっていうことです。で、一応その申請要件っていうのを調べたんですけれども、ここに書いてある、2の3ですね。社会生活を維持する上で必要な施設のうち、食事提供施設に属し営業時間短縮の協力を要請されている施設で、美容室は社会生活を維持する上で必要な施設の中に入ってたんですけれども、それの中の食事提供施設ですよね、飲食業、これに関しては、対象内になるんだが、それ以外は対象外であるということが、分かってきました。で、ただ一部例外があってですね、美容室の中にネイルとかアイラッシュとかエステっていうものを併設している場合、この場合は美容室の営業休業問わず対象になるということみたいです。で、そこら辺もなんかこう税理士さんに聞いたところ、やっぱり会計もしっかりなんか分けた中で、停止書類だったりとか作っていく必要があって、結構複雑になる可能性が高いそうです。ただもし併設している場合っていうのは、この助成金協力金を受けることが可能であるというふうに、されています、今のところ。なので美容室はちょっと難しいということです。で、ただし、要確認と。で、今僕が話していることも、いろいろ情報が錯綜してて、でも今のところは美容室は対象にならないという形になっているようですということなので、実際その東京都の、問い合わせの場所があるんですけど、本協力金に関して。そこに電話して、ご自分で確認するっていうのが一番いいと思います。ただ僕も今朝朝9時から電話してみたんですけど、やっぱ全然ずっと繋がんなくて、かなり問い合わせが多いんじゃないかなっていうのが正直なところです。で、まとめなんですけれども、東京都は協力金の対象に入らないと。で、これも結構世知辛いなというか、正直美容室も3密に関係するところであると思うんですけど、そこがこう除外されるっていうのは、正直厳しいなっていうところ、のは思います。で、中には自主的に休業されている方もいると思うんですけど、やっぱり自分で営業してどうにか売り上げを立てなきゃいけないっていうところにはなってくるのかなと思います。やっぱり同時にそのフリーランスで働いている方とかもそこの対象にはならないとは思うので、それも含めて、申請が可能かどうか、っていうのは、今のところでは難しいっていうのが正直なところだと思います。で、ネイル、アイラッシュ、エステを併設している場合は、対象になる可能性があるということなんですけど、申請書類だったりとかの、その根拠併設してて、かつなんか会計上の処理を、ちょっと分けてあるとか、なんかそういったものが必要になってくる可能性があります。今僕が話したことに関しては、全て要確認っていう形になるので、そこの、協力金に関しては各自で、調べていただくっていうような形になるかと思います。はい、以上は今日の、東京都の協力金、美容室は対象になるのかっていうお話でした。今後もこういった、今コロナウイルスの件に関して、いろいろ情報だったりとかを発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録とライクボタンお願いします。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。